こんにちは、アンドロイドのお姉さんです。皆様、日本映画の発祥の地ってどこだかわかりますか？なんと大阪、兵庫、京都の関西3府県が発祥の地とされています。発祥の地と呼ばれるのは一箇所だけだろうと思うのですが、一体どういうことなのでしょう？調べるべく兵庫県神戸市元町にやってきました。元町といえば中華街南京町が有名ですが、今回は残念ながらスルーして先に進みます。駅前から10分ほど歩いて到着したのはこちら、メリケンパーク。海沿いにあり、神戸ポートタワーや神戸海洋博物館など神戸のランドマークが揃う観光地です。フォトジェニックなモニュメントなども至る所に点在しております。その中の一つに映画発祥の地のモニュメントが。神戸は1896年、明治26年にエジソンが開発したキネトスコープによる上映が日本で初めて行われた地とされています。客席のように並ぶ石には映画スターの名前が刻まれています。前面の映画のスクリーンのように見える穴からは神戸港の海が見渡せます。しばらく見ていると学生カップルが雨宿りに使っていました。それこそ青春映画のようです。一方、私はイチャイチャするカップルを横目に見ながら一人コーヒーブレイク中です。これは兵庫県限定フラペチーノ飲んでいます。次は京都の映画発祥の地に向かうべく移動していきます。高槻市マスコットキャラクターハニタンもいました。京都河原町に到着しました。高瀬川沿いの木屋町通りを進んでいきます。この辺りはクラブやキャバクラなどが立ち並ぶ京都の歓楽街ですね。夜と昼では印象がガラッと変わります。進んでいくと右手に立派な建物が。2020年7月に開業されたホテルや店舗などが入る複合施設、立成ガーデンヒューリック京都です。映画発祥の地を探してるんだから、こんな新しい施設紹介しなくてもと思うかもしれませんが、なんとここが京都の日本映画発祥の地なのです。もともとこの建物は立成小学校の校舎として使用されていたもので、1897年に日本初スクリーンに映像を映すシネマトグラフでの試写実験が行われたとされています。最近でも京都国際映画祭の開催地として利用されたりもしています。同じ発祥の地でも兵庫はキネトスコープ、京都はシネマトグラフ、そういった違いがあるんですね。というわけで京都映画発祥の地からも移動して、京阪電車終点出町柳駅にやってきました。雨足は強まっています。鴨川を渡って出町枡形商店街へ。豆大福の有名店出町双葉さんに今日も行列ができています。目的の場所はここ出町座。先ほどの立成小学校跡で2017年まで営業していた立成シネマさんが移転し、新しくオープンした映画館です。小さな映画館ですが、カフェも併設されています。お腹が空いたのでここでランチ、スパイシーカレーを食べました。一旦出町柳駅に戻って、お京阪電車で大阪日本映画発祥の地に向かおうと思います。関西3都府県を短時間で回るのって結構しんどいですよね。携帯の充電もなくなるし、こんな時に京阪電車プレミアムカーのありがたさが身に染みます。さて、やってまいりました。大阪日本映画発祥の地は難波にあります。
1897年明治30年に南智英武場、今の東宝シネマズが入っている東宝南外ビルで日本で初めて入場料を取って一般に映画が公開されました。これが日本における映画興行の始まりとされています。東宝シネマズ直通エレベーターがある1階のエレベーターホールには、大阪難波が映画興行発祥の地であることを記した記念碑が飾られています。京都は日本初の試写実験を成功させ、大阪は映画の有料公開を日本で初めて行いました。発祥の地という定義をどこに持っていくかによって解釈が全然変わってきますね。ちなみに近くの千日前商店街にはこんな記念モニュメントが。大阪ってあまり映画のイメージがなかったのですが、東洋のハリウッドと呼ばれた時代もあったようです。映画発祥の地のことについて調べていたら、急に映画が見たくなったので東宝シネマズに戻ってきました。今は人と会わずに映画のチケットを買えるのでいいですね。今話題の100日間生きたワニの初日でしたが、今日は100ワニではなくて夏への扉を見ます。久しぶりの映画なのでポップコーンを食べます。ポップコーンセットも1つで、ポップコーンの味が塩、キャラメル、シネマイト、こちらの3種類からを選んでいただけます。じゃあ濃厚バター醤油、かしこまりました。ドリンクこちらからお選びください。ウーロン茶、ウーロン茶で、はい。ちなみに日本の映画館でポップコーンが食べられるようになったのは1940年頃だと言われています。80年近くも前から定番だったのですね。スクリーン9に移動します。映画夏への扉、君のいる未来へなんですが、私アンドロイドのお姉さん沙織がちょこっと出演しております。劇中のロボットたちの演技アドバイスもさせていただいたので、そこにも注目してぜひ見てほしいなと思います。私も見ます。私ちゃんと出ていて思わずニヤッとしてしまいました。クレジットにも名前があって嬉しいものですね。 SF 好きとしても面白くて2時間あっという間でした。それでは映画、または次の動画でお会いしましょう。